羽田内閣は、衆議院議員、新政党党首の羽田勤が、第80代内閣総理大臣に任命され、1994年4月28日から1994年6月30日まで続いた日本の内閣である。細川内閣総辞職を受けて、同じ非自民、非共産の枠組みで政権を継承したが、日本社会党の連立離脱により、 少数与党での発足となり、在任六十四日で退陣やむなきに至った。在任期間は、日本国憲法下では、最短、明治憲法下を含めても、日本の憲政史上三番目に短い内閣に終わった。一人、内閣九百九十四年四月二十八日、任命。在職日数1日、国務大臣任命時九百九十四年四月二十八日、 任命。在職日数64日。1994年4月28日任命。1994年5月10日任命。内閣発足当初。1994年4月25日、細川内閣の退陣に伴い、自由民主党、日本共産党を除く与党7党一会派と自民党を離党した議員により結成された3党が、 新政党党首の羽田つとむを国会で主犯指名した。新政党代表幹事の小沢一郎、公明党初期長の市川祐一、民社党初期長の米沢隆を中心とするワンワンライスが主導する政権運営に反発する新党先駆けと結成して間もなく、また第三極路線を打ち出していた新党未来は格外協力を表明した。首班指名直後、 社会党の影響力低下を目指して、新政、日本新、民社、自由、改革の会のことをが統一して、衆院会派、改新の結成を発表。ところがこれには、社会党が強く反発し、翌26日に連立政権からの離脱を表明。この結果、羽田内閣は、少数与党内閣として発足することになった。この混乱から組閣には手間取り、 28日になってまず午前8時55分に羽田が散大して首相の新任式に臨み、組閣が完了したのはその日の午後で、改めて皇居で閣僚の認証式を行ったのは午後6時15分からだった。このためこの9時間余りの間は首相が全ての閣僚大臣の臨時代理と大臣長等の委員長、長官の事務取扱いを行った。 内閣官房長官の熊谷博士は、いずれにしても暫定的な内閣だと覚悟していた。どうやって連立を維持すれば、次の段階に行けるかと、正直言ってバラバラになりかけていた。新政党内もそうだったんじゃないかな。僕は、党レベルの動きには一歩遅れた。情報がないわけじゃないんだが、次々と進行するから少しずつずれてねと述べている。外省には、 自民党を離党したばかりで自由党の柿沢康二が抜擢された。法章の長野茂人が就任直後、南京大逆殺は、でっち上げと発言したことが問題となり、就任11日目で辞任に追い込まれた。新年度予算の成立、規制改革による物価抑制を訴え、公共料金の年内値上げ凍結を打ち出した。細川内閣が瞑想の末に、 政治資金疑惑の混乱によりがかい、そして羽田内閣発足に際しての一文弱、就任直後の外遊、帰国早々には、長野法省の暴言と更迭など、騒動が続いた第129通常国会は、その煽りで5月になっても、平成6年度予算の審議に、全く入ることができず、すでに年度明け四月一日に五十日間で十一兆百十四億円という、 大型の平成6年度暫定予算をギリギリで可決し、これが執行する5月20日には期限を、会期末の6月29日まで40日間、延長して10兆8,930億円を追加した平成6年度暫定補正予算を可決してなんとか、急場をしのいでいた。そのため、羽田内閣の当面の課題は、平成6年度予算案の会期内成立に絞られた。 その平成6年度予算案が参議院で可決され、成立したのは6月23日のことだった。すると、予期されていた通り、自民党はその日のうちに、羽田内閣が少数与党内閣で民意を反映していないこと、またその二重権力構造が民主主義に背くことなどを理由に挙げて、羽田内閣不信任決議案を提出した。 本会議は25日正午に開会されることが決まっていたので、そこに不信任決議案が上提され、自民党と社会党の賛成多数で可決されることが必至となった。羽田は一時は解散も考えたというが、解散はさらなる政治空白を生むことになり、そもそもこの自衆議院の小選挙区制への移行は決定していたものの新しい選挙区割法はまだ成立しておらず、 このまま解散をすれば、従来の中選挙区制での総選挙となり、それでは過半数を取れる見込みなど到底なかったので、結局解散は断念し、本会議会会の直前に、衆議院議長に対して内閣総辞職を通知した。羽田内閣は、文字通りの予算管理内閣に終わった。ありがとうございます。